はい、どうもルルシュでございます。今日はですね、お菓子レポートしていきたいと思います。じゃん、こちらでございます。はい、こちらがですね、モンスターストライクウェアハウスの、バトル4ということで、前回私バトル3をね、開封したんですけども、今回新しいのがね、出ているのを見つけたので、バトル4も開封したいと思います。私はこのバトル4のラインナップの中で欲しいのが、ジャヌダルクと、あとはワルプルギス、ワルプルさんと、あと今の2つが一番レアが高いもので、でこのね、表記されてる他にシークレットが2種類あるそうなので、ね、できたらシークレット出たらいいですよね。では早速開けていきたいと思います。まず1個目、誰が出るかな。ダンストライクショット、ロビン様だ。ロビン様は、あ、ロビン様もメタルプラスホロ仕様でストライクレアカードということで、初っ端レアが当たりました。やったね。結構かっこいいよ、ロビンフットって書いてあって、で裏がこのデータが書いてある、あのボール絵もねちゃんと書いてある感じでかっこいい。私はこのカード類はこの袋からちょっと出したくないので、ちょっとあの反射して見づらいかもしれないんですけど、すいません。はい、こういう感じで、いい感じ、いい感じ、かっこいい。では2個目です。いきます。ストライクショット、お、宝来だ。宝来はメタルレアカードかな、メタルレアカードって感じかな。さっきのロビン様と比べるとやっぱちょっとこっちは普通にメタリックな感じ、こっちはホロが入ってる、ホロが入ってるのがストライクレアみたいな感じかな。では3つ目、参ります。はい、ストライクショット、うお、あ、これは、あ、あ、なんかホロホロ、若干ホロってる、ホロってるマーリンさん。マーリンは、あ、マーリンもストライクレアだ。え、めっちゃいい引き、めっちゃいい引き、超いい引きしてる。わかるかな、この文字のこのちょこちょこっとホロが入って、なんかオシャンティだね。なんか全部ホロじゃないのがいいね、このところどころホロっていうのが私は好きだな、結構いいね。で裏もこんな感じで、マーリンさんね、重心化してね、やっとね日の目を浴びましたね。では4枚目いきます。はい、いきます。ストライクショット、はい、お、徳川義信さんでいいんだっけ、徳川さんでした。これは違う、レアではないよ多分な。これは、この子はノーマルですね。はい、ノーマル、まあ別に光っても何もしない感じかな、うん、普通にノーマルですね。はい、徳川義信さんです。はい、ではラスト5枚目にいきたいと思います。いきます。ストライクショット、お、アングルフォさん、なんか意外なとこ来たな。アングルボザ、あ、ノーマルでした。あ、アングルボザさんノーマルなんだ。なんかすごい レアな感じの空気を放ってるけどね。はい、骸骨を踏みつけてド S ですね、アングルボザさんは。はい、というわけで5枚開けていったんですけども、引き全く悪くない、いい感じでした。ストライクレアでこの2枚、ロビン様とマーリン、そして、メタルレアが宝来かな、宝来で、ノーマルが家康さんとアングルボザって感じでした。この中で私の一番のお気に入りはロビン様かな。ロビン様が素晴らしい、かっこいい。ちなみに前回も5枚買っていて、バトル3の方ですね、3はあんまりレアなカードが出ませんでした。で、唯一ギムレットだけストライクレアで、ほらこれが、これね一発目で当てたんですよねギムレット、これだけ唯一ストライクレアで、あとノーマルかな、あとはビシャモンテン、これがモンストバタフライノーマルでしょ、でゴースト、そして、なんだっけ、ラビット、ほら、なので今回の方が引き良かったですね。うん、はい、というわけで今回はモンスターストライクのウェアハウスのバトル4を開封していきました。うん、結構いい日だったので大満足です。ウェアハウスも美味しくおやつで食べたいと思います。ではね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃ次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。